ありがとうございます。あの、お嬢様のおかげで、ますます様の小作は幸せ者だって、この金剛金財での評判になったのだよ。大した、お嬢様だよ。お旦那様はあの通り弱ってらっしゃるし、若旦那様は家を出たっきり行方がわかんない。庄次郎坊様はまだお小さいだろう。 女の手一つで何も気の切り回していかっしゃる。今は合子だけど、昔はで武士の家柄だ。血筋が違うだな。するとスネルどのはその上海とやらへ武器の仕入れに立たれたか。はい、殿様のご用命を受けました。うん、鉄砲 大砲は到着いたせば、薩長との奴からこの会津には一歩も入れんというわけかな。この奥州は会津藩だけで十分守れると主人は申しておりました。スネル殿の様式長連がお役に立つ時が来たな。富江様、ようこそ。お家様、 ご無沙汰申し上げました。いや、私こそ。ただいまおじさまから伺いましたの。お慶様大変なお働きだそうです。いえ、女のことで何もできませんの。せめて兄がいてくれましたら、秀一郎様のお行方はまだ。はあ、あれ以来何の音沙汰も。それも時勢というものじゃ。二本松の半歳、強靭か、 君側の勘を打つか、論議がやかましいそうじゃ。若い正一郎がじっとしておられず、家を飛び出した気持ちはわかるのじゃが。年を取ると寂しいものでな。いずれの藩で名前は？ 会津二本松の格子、松水正左衛門のせがれ正一郎、給与あって国へ立ち戻る途中です。
俺があれほど言ったのに君はやっぱり引きだな許してくれ戦争が始まり次第飛び立つつもりだ上野の将棋隊に切り込むかそれがダメなら会津を攻めている土佐の軍に加わるために白川まで行く決心だ、うん、そうか君もいろいろお世話になったもし帰ってこなかったらこの王政府こという大事業の捨て石になったと思ってくれ、うん、頼む今夜のことは誰にも言わんでくれ規則に、いかなる事情があるとも、抜刀はならん。持ち扱ってはならんとある。君は必要にでも届けたんだ。はい、いえ、夜分でございましたので。夜分でいけなければ、昼間届けたらいいじゃない。とにかく規則違反だから、刀扱っとく。先生、刀だけは。刀だけは何と。 君は武士の魂とでもいいのか。はい。君は英語にかけては私も一目置いているぐらい秀才だが、どうも時代の認識を変えているよ。今までの日本は武士が最高であった。これからの日本は武士だけではいかんの。政治も軍事も商売。 新しい学問を土台としていかなければ欧米の先進国に越していけない。その指導者ともなるべき人物を養成するのが軸の精神だ。君は軸の精神を履き違えている。分かっております。分かっている？分かっているならなぜ軸則を違反するようなことをするんだ。 己の天分を磨いて国家の組織ともなるべき人物になるんだ。今は大事な時なんだ。おい、始まったぞ。いよいよ戦争が始まったぞ。始まった。どうだ、上野の将棋隊に官軍の総攻撃だ。 まあ、聞け。いいか。総指揮官は大村益次郎。夕べのうちに上野の山を囲んで今日の夜明け6カ所から攻め始めた。どうしても。止めてくれんな。私は武士の家に生まれたんだ。武士とは武をもって立つ人間だ。それがこの大切な時に人たちも触れぬかと思うと勉強する気も起こらんのだ。じゃあ早く行け。ありがとう。 戦争が始まったらしい。他の学校は全て閉鎖され、意見も学校を顧みていられなくなってきている。この時にあたって今日読んでいるのはこの英語を義塾ただ一つ。少年のつまらんものはそれがいい。 この戦争はたとえ1年続こうとも、また軸が戦火のために焼け伏せようとも断じて火をはやめん。私たち学徒は学問の日を守らずて誰が守る。我々には日本の文明を守る重大なる責任がある。
な。こっち来て渡なさい。戦争で皆は逃げ出しちゃったらしいんで。何も遠慮はいりません。旦那、やっぱり会津いらっしゃる。うん、そうだろうと思いましたよ。冬の勝利隊も残念なことでございましたね。何も隠さなくてもいいでしょ。あっしは江戸っ子だ。徳川様のご恩は忘れない人間でさ。さやかてんするな。わしが会津へ行くのは白川の官軍に加わるためだ。へえ、何ですって。そうですかい。そんなら何も。旦那、実は私もね、会津征伐の官軍に使ってもらって人働きする気でさ。あっしは江戸のケチな博打ですから。何しろこのご時世じゃ、ただ行ったところで使っちゃくれねえと思って、みちみち将棋隊の落ちるのを見つけ、とんしょい知らせて証明を書いてもらってるんです。どうも、すっかりお見それしやしてすみません。お呼びになるまでしばらくお邪魔したいのです。どうぞ。旦那どちら。あいつも日本まで3年ぶりでここへ帰られてる。会津を守るために、官軍と戦うために日本町へ参られるか。私は3年前に国を出て、今日大阪の辺をうろついていた。会津政党のことを聞いて、せめて不祖の地だけでも大義にもたらせたくないと思って、同志を解きに来たが遅かったのです。日本町は奥州藩の同盟に加わって賊となった。しかし、私はまだ望みは捨ててはおりません。そうですか。2、8本はここへやっておくれ。それから西側のピリアートにはヒノキを植えるから、その用意をさせるんだよ。え、承知いたしました。お嬢様、この騒ぎの中でそんなことしても。だって騒ぎだってお役所だってお米を作っているんだろ。ええ、作らなければならないからやってるんじゃないか。それはまあそうでございますけれども。そんなら山の木だって同じじゃないか。切ってしまえばなくなる。あとは30年も50年も経たなければできないんだからね。たとえ私たちが滅びたとしても、後々の人に役立つことは残しておきたいと思う。おけ。まあお兄様。おお、あ、若旦那。ああ、お帰りなさいまし。大したことをやるようになったな。仕方がないでしょ。お兄様は家をお出になったきりお帰りにならないし、お父様はお年寄り、弟は小さい。うん、お前が山も畑もみんな指図していたのか。お嬢様は大変でございますよ。お旦那様はいつもな、おけんが男ならとおっしゃいましてな。うん、お父様ご無事か。はい、ご無事はご無事でございますが、何しろお年がお年でな。東北諸藩の言い分はみんな父上と同じです。しかし
それはあまりにも世界の体制を知らなすぎると言って過言ではないと思います。隙あらばと日本を狙う英米仏の強国に対して日本の自衛策はただ一つ、すなわち一国としての強い団結より他に道はないのです。しかし決起の者が官軍参謀セラ修道を切って王を列藩の苦行を着た今となってはどうすることもできん。この上は重大の君恩に報いるため城を枕に潔く滅びるのだ。父上、同じ滅びるならなぜ大義のために滅びないのです。他人はどうであれ、私は今年で増水一家だけでも近畿に手向かうことはやめていただきたいのです。お兄様、増水の家は今こそ豪子ですが、昔は由緒ある立派な武士でした。武士が殿に忠義を尽くさずに何で生きられましょう。庄次郎、今は殿に忠よりも国に忠でなければいかんのだ。国に忠とは偽官軍に降伏することでしょうか。お前は今の。お兄様、この土地では百姓までが農兵となって命を投げ出しているんです。武士の作法を教え込まれた私たちに今それをやめようとおっしゃるのは無理でございましょう。ならないかもしれませんが、6月7月という時は百姓にとって一番大切な時なのです。百姓の道と殿様への道とどちらが大切でございましょう。脳は国の礎と申します。
人生の頼るか、親兄弟さ、切り捨てる力がなくなったわ。だが、これだけは覚えておいてもらいたい。僕の故郷は、最後まで国を思う心に変わりはなかったのだ。お互いに、苦しい時代に生まれ合わせたのだ。マスミさん、シジムさん、このインド、君にあげる。傷薬だ。ありがとう。元気で働いてる。マスミさん。お嬢様、まあ、おゆうさん、あんたまだ私のことお嬢様って呼ぶの？だってお嬢様ですもん。いいえ、私はこのうちの女中よ。すみません。おけいさん、旦那様は？ああ、旦那様なら今。あ、旦那様。今、住み焼きのゴンゾンが看護の手を担ぎ込んでまいりました。何、看護の？それはお前、早速お手当てもそそがってはならんぞ。庄屋から厳しいご不礼じゃでな。お気づきになりましたか？誰です？あ、動くとお傷に触ります。お静かになさいます。ここはどこです？あの、猪苗代の温泉宿でございます。あ、知って、あんたは？はい、手伝いの土地の娘でございます。このうちはどんなおつもりで私の手当てをされるのです？ご安心なさいませ。この村は庄屋様はじめ村方一党官軍方でございます。
うぞごゆっくりご養生なさいます。はあ、お傷は急所を外れているそうでございます。ありがとう。お嬢様、お姉様。はい。お父さん帰ってまいりました。裏でお待ちしております。お手紙は確かに若松にお届けいたしました。お喜びなさいませ。この噂は大層会津軍の役に立ったそうにございます。また使いを頼むよ。はい。それから富江様はご無事でくれぐれもよろしくとのことでございます。そしてスネル様はまだ上海とやらからお帰りがなく。では新しい武器は届かないっていうのかい？はい。目の前に進んでいるこの尊い戦いに加わらなかったら武士の家に生まれた甲斐がないと思ったんだ。福沢先生の戒めを破って塾を飛び出したが一体何をしたろう。ろくな働きもしないうちにこのざまだ。でもそんなにイライラなさいましては。じっとしていられますか。今日は官軍があの村を通った。どこを攻めたと毎日噂を聞きながら一人では身動きもできぬこの口惜しさだ。何のためにこんなところまで来たのか。でも何も遊んでいてお怪我がしたんではございませんでしょう。どうかなさいました。飯も食べたくないんです。あら、この印籠。印籠？印籠がどうしました？ いえ。おけいさん、あんたは細かいところに目の届く人だな。ただあまりご立派なお品なので。これは人にもらったのだ。まあ、実に立派な人だった。二本松の増水正一郎という人だが、自分の藩を朝敵に住まいと最後まで努力してついにはせめて親兄弟だけでも近畿に弓引かせまいとしたが入れられなかったのです。私はふとした知り合いだったが二度目に出会ったのはその人の最後の時だった。実に見上げた最後だった。故郷に帰った努力も虚しく立ち去ろうとした時はすでに乱戦だったのです。その中で乱暴な官兵が少年隊を切りまくるのを見かねて発砲したのだ。増水さんにとってこれほど残念なことはなかったろうと思う。その攻めを知るやその場に銃を投げて官軍の一斉射撃を受けたのだ。行き合わせた私を見ると自分の藩はやむなく戦うが国を思う心を扱った。苦しい時代だと言った。そしてこの印籠をくれて働いてくれと言って死んだのです。おけいさん、どうしたのだ。どうしました。おけいさん、いい匂いだ。本当にいい匂いだ。
目が見えると思いもよらぬほど耳や鼻の感が良くなるものですな。そうですか。おけいさん。はい。あんたの身の上を当ててみようか。ええ、どうぞ。まず名前はおけいと言われる。次は年だ。18、いや19だな。まあそんなに見えますかしら。まだ見えないがそう思うんですよ。それから、それから背がすらりと高い。どうしてお分かりになりますの？昨日隣の部屋で鴨居の棚のものを下女に取ってやられたな。そんなことまで。それからあんたは鉄大の土地の娘と言われたが、波の橋した女ではないな。武士の娘もに違いない。とんでもない。いや確かにそうだ。立ち振る舞い決してただの土地娘とは思えぬ。それに、あ、おけいさん、おけいさん。はい。おけいさん、この辺りは美しいだろうな。ええ、とても綺麗です。それが、それがもうすぐ見られるのだ。おけいさん、あと 2,3 日でこの包帯が取れるかと思うと嬉しくて昨夜も眠れなかった。そうでございましょう。私の幸せを考えてください。失ったと思った目が開く。何より大事、あんたの美しい顔が見られるのだ。いいえ、私をご覧になったらきっとがっかりなさいます。何を言われる。私の心の中にはあんたの顔が見えているのだ。そうおっしゃられると私どうしていいか。おけいさん、あんたは目くらの顔も知らないからそんなことを言われるが、本当によくわかるのだ。ああ、もうすぐ見られる。あんたが見られる。白い空が見られる。青々とした山が見られる。何もかも見えるのだ。旦那様、お喜びなさいませ。北条峠が破れましたぞ。何、北条峠が。はい、官軍がどんどん乗り越えているそうで。ダメです。越後口も破れました。それに進んできた敵の兵もみんな攻め込みました。町は大騒ぎでございます。それで富江様は。お武家様はみんなお城へお入りになりました。常様の大砲も間に合わず、お武家様はお城を枕に打ち死にの覚悟だそうにございます。おしめぼ、おい、おしめぼ。お嬢様、お屋敷が、お屋敷が焼き払われてしまいました。え、家が。その時大吉さんは怪我をしました。私の財布をやっと逃げてまいりました。そして大吉は。幸い命は助かりましたけれど、その他作兵衛さんは流れ玉に当たって死にます。お客さんは行方知れずになりました。
ぞそう、今のありさまでは。でも、なんとかしなければみんな困るばかりだよ。それもそうでございますね。さあ、みんなで一緒に村へ帰ろう。お桐さん、北条討議が敗れた以上、私などに用はないのですか。今までのご親切も、ただ官軍の様子を知りたいだけのお気持ちでしたか。印籠はだいぶご就寝のようだ。差し上げてもいい。守るよりもあなたや兄のお考えの方が正しいのではないかと思うようになりました。それからの私は自分がわからないよ。おけいさん、ではやっぱりご親切を素直に考えてもいいのですか。私はまだ目が見えない。だが目の中には美しいあなたをいつも思い浮かべているのです。今では忘れることのできない人なんです。おけいちゃん、おけいちゃん、おけいちゃん、まだまだ目をつぶったままで。そーら、静かに開いてみなさい。あ、見える、目が見える。ありがとうございます。いや、どうです、クラクラッとするようなことはありませんか。いや、爽快です。よく見えます。あ、ご主人長い間のご厄介
ありがたく忘れません。いやいや、一向に至りませんで。あの、お慶さんは？お慶は今向こうへ行きましたが。お嬢様来ましたよ。お嬢様。お嬢様、こちらこちら。お慶さんが来なかったか。はい、あの、これをお渡しするように言って。で、どこ行ったんだ。さあ、どこ行ったかわからんのか。何を始めるつもりなんでしょうか。ああ、ボアの木に茶の木らしいが、大変な数だな。鉄砲商人がこんなものを集めてどうするんですか。スネル様、スネル様、お願いします。ダメダメ、今そんなこと言う、ダメです。一人嫌になる、みんな嫌になる。ああ困ります。ああダメです。でもスネル様、私タキチ、私許します。スネル様。あ、お嬢様。私が話してみましょう。おけいさん、私タキチ許します。あなた話してください。おお、ミスター福田はお待たせしました。これアメリカンエコノミカルヒストリーです。経済の歴史、きっとあなたの役に立ちます。お別れの印です。あ、ありがとう。はい。スネルさん、あの外の人たち一体何をしてるんですか。あの人たち、アイヌの百姓です。戦争で困って百姓、アメリカで百姓します。コロニーです。コロニー。植民地ですな。そうです。あちらで桑の木作ります。蚕を飼う。糸をできます。お茶の木作ります。百姓たちみんな幸せです。おお、それはいいことを思い出しましたね。これは大変立派な植物。ありがとう。あなたの気に入って私嬉しいです。では、いただいて帰ります。すまないことでございますが、考えてるうちにだんだん心細くなりやして。そりゃお前たちばかりじゃない、みんなも心細いんだよ。でも今になってそんなこと言い出したらみんなの気持ちが迷うじゃないか。だけどアメリカといえばずっと文明の進んだ広い広い国だよ。そこへ行って広い土地を耕して日本人の息を見せると思えば元気も出てくるじゃないか。それはそうでございますが、女房はどうしても嫌だと言い出しやしたし、わしも考えると何も日本を出て行かなくても。私は何も無理に進めるわけじゃないけど。タキチ、今になって何を言い出すで。
みんなで決心したことでねえだか。わしらみんな松見様に大体お世話になってるだぞ。お嬢様のおっしゃることに間違いはねえだ。もうじき船が出る中に何を言い出すで。ねえ太吉、うちの田も山もなくなった今、お前どうする気だね。私はその方が心配なんだよ。お嬢様、すみません、私の心違いでした。私なんだか赤ん坊ができたようで、心細くてこんなこと言いましたけど。まあ赤ん坊が。へえ、そんなら何も心配ないじゃないか。向こうにお医者さんもいるし、仲間の中にだって年寄りがいるよ。参ります。お前さん、お嬢様にまぶして勘弁していただくんだよ。お嬢様。いいんだよいいんだよ、安心をし、私は決してお前たちを見放しやしない。きっと幸せにしてみせるつもりだからね。お嬢様、つまらないご心配かけてすまないことです。なあ、なっていてくれて俺たちも心強いてるもんだ。ああ元気出しな。ノンノ、私ノンノだね。はあ、来ましたな。今の海で海を越えて、おいとおいがここに働きに行くんだからね。はあ、我々もうっかりしておられませんな。時代というものは恐ろしい力で変わっていくもんだな。これからの日本はますます伸びていくぞ。愉快だね。まったくですな。あ、やべえ、やべえ、けんちだよ、ちょろい、やべえ、ちょろい。何だそれ。は、先生、シジミ平九郎です。シジミです。ゲロイチ、マチチョーク、ゲロウ、ゲロチョーク、ゲロイチ。おい、シジミ。誰だ、貴様。おい、シジミ。先生だぞ。福沢先生だぞ。福沢先生。俺はそんな人は知らねえよ。おい、シジミ、先生にご挨拶しろ。立て、立ってご挨拶しろ。亀島。は。君は何か人違いをしちゃしないかね。この男の言う通り、私もその男を知らない。私の知っているシジミはもっともっと立派な男だった。おい、待て。おい、鮫島。は。いいから捨てておけ。は。少年の空いやつは、ああいうことになるんだ。誰だい。兄貴、面白い仕事があるんだが、手を貸してもらえねえかな。なんで。スネルって言う鉄砲商人を知らないから。知らない。それがどうしたんだよ。俺たちの親分がある人に頼まれて、スネルから鉄砲を買おうとしたんだが、野郎どうしても売られるんだ。どうしてもダメなら、最後は腕ずくなんだ。その鉄砲を大倉組へ売る約束しました。そこのところ一つお願いしたいのですが、もちろん大倉組よりもずっと高く高く買えます。いや、それいけません。私、契約しました。契約一番大切です。しかし、スネルさん、そこがご商売でしょう。いや、違います。商売、ビジネスに契約一番大切です。それ破る野蛮人です。では、どうしてもダメだとおっしゃるのですか。いや、残念です。仕方ありません。早くお帰りなさい。軸にいる時のシジミとまるで人間が変わってしまっているんだ。僕はそれも分かるような気がする。しかしあのまま放っておいてはシジミという人間の頭が惜しいんだ。そうだ。
あれの英語の出来は全く素晴らしかったからな。なんとか叩き直してもう一度この軸へ帰らせたいのだ。しかし先生の教えに背いて飛び出したシジミを許されるかどうか、とにかく頼んでみようじゃないか。うん、そうだ、それがいい。うん、行こうか。頼む。先生、お願いがございます。なんだ。先生、シジミをこの塾へ呼び戻すことをお許しください。僕たちはシジミを元の体にして勉強させてやりたいのです。シジミを？それはいかん。現代のように何もかも大きく変化しているこの時代に、こうして学問だけやっていることはよほどの努力が必要なんだ。今までも時代の認識が不足しているためにこの塾を飛び出した者もいる。まあそういった者の不幸は自業自得であって、そのこと自体が学問をする価値はないと言っているのし、学問とはそんな生優しいことじゃないのだから。しかし先生、シジミだけはそんな人間ではありません。私はどうしても見捨てたくないのです。そりゃあ君の単なる友情であって、それはいかん、捨てておきなさい。では時間だから授業を始める。あ、鮫島、君に横浜まで行ってもらおう。え、横浜へ？スネールへ届けてもらいたいものがあるんだ。先生、ありがとうございます。では頼んだよ。そう、はねはね。え、なんで？ここやだ。あ、行け。お目にかかりがあるかよ。
姉さんは何だい。やっぱり何かケトアに関われてるのだ。シジミ様、私はそんな女ではございません。おめえ、俺は知ってんのか。存じております。どこであったっけ。ほんの一度お会いしただけですか。お分かりにはならないと思います。でもその自分のあなた様、立派な方でございます。なんというお変わりはでしょうか。かくまってもらった俺に聞かせようか。これも女姉さん、俺の目に現れて散々惚れさせておいて姿を隠した女がいたんだ。会津の温泉場だった。その時が俺の一生のうちで一番生きがいのある時だったんだ。それからの俺はめちゃくちゃさ、未練のようだが未だに思い切れない。江戸から横浜へと引き逃げのようになってその人を探し去れた。今じゃいい頃つきさ。その時俺はめくらだった。めくらの袋の中じゃ姉さんぐらい美しいと思っていたが、いや姉さんほどじゃなかったかもしれないけど、俺はたとえつまらねえ女でもその心のきれいなところに惚れ込んでいた。もしも今その方にお会いになったらどうなさいます。今さらしようがねえや。足は悪には悪くなりすぎたよ。姉さんありがとうよ。本に切るで。仕方ずらしいんだ。その前に踏んだ売りてんだが、どうしても張り場所も分からねえんだ。断る。俺は今何もしたくねえんだ。しじみ様、私はそんな女ではございません。俺は知ってんのか。存じております。あの女どっかで会ったような気もするが思い出せね。どこの女さ。しょうがないね、また思い出してんだね。しじみさん、勉強出しなさいよ。うるさい。今さらしようがねえや。足は悪には悪くなりすぎたよ。
顔色よくありません。もうアメリカ行く嫌になりましたか。いいえ、そんなことございません。おお、そうですか。無理ありません。日本とも明日一日でさよならです。お出かけでございますか。大倉組使いきました。ちょっと行ってきます。いってらっしゃい。ごめんください。ちょっとお伺いいたしますが、こちらにしじみさんとおっしゃる方お見えになっておりませんでしょうか。しじみさん、しじみさんならいないよ。お前さん誰だ。は、私は以前しじみ様と知り合いのものでございます。お前さん、そんな人ここにはいないよ。お帰り。でも確かにここへお出になるの見たんですよ。そりゃお酒を飲むところだもん。誰だって気をさ。だけどそんな人知らないよ。お住まいだけでも分かりませんでしょうか。しつこいね。いないからお帰りってんだ。仮にいたって、私はその人をあんたに会わせやしないよ。お帰り。私遠いところへ参りますので、もう二度とお目にかかれないと思いまして、ちょっとお会いしたかったのです。ではどうぞよろしくお伝えくださいます。あの人誰です。どうしました。しじみさんの人ですか。
おけいさんがこの家にいるはずだ。おけいさんはどこだ。おけいさん、うん、お嬢様、タクシー、お嬢様はどこ行ったか。お嬢様、ああお嬢様だ、あの船着き場にいられますだ。そうか。おけいさん、しじみ様、またお別れしなければならないのです。どうしてです。私を頼りにしてくれる百姓たちと一緒にこの海を越えてアメリカへ渡るのです。え、アメリカへ。はい、私のいとこが嫁いだスネルという方のお世話でアメリカに土地を求めて移住することになったのです。スネル、しじみさん、お会いするのがお別れの時とは思いませんでした。でもこれが私たちの運命かもしれません。おけいさん、行かないでくれ。今あんたに行かれたら僕はどうなるんだ。行かないでくれ。いえ、私は行かなければならないんです。私一人が残るわけにはいかないんです。百姓たちも私が行くならこそ来てくれたんです。そんなら僕も行かせてくれ。今離れたら二度と会いはしないのだ。行かせてくれ。いけません、しじみ様。私の知っているしじみ様はもっと違った方でした。今ここにおいでのお方は違ったお方です。だから連れて行ってください。僕はもがいているのだ。立ち直りたいのだ。しじみ様、私がいて立ち直れるならそれはまたいつか崩れるとは思いになりませんか。それにもしあなたが本当に立ち直って立派なお仕事をなさる気なら日本を離れなくてはいけません。今の日本はあなたのような方をいくらでも求めているではございませんか。しじみ様、私はそれをお願いしようと思って先ほどあなたをお尋ねしたのです。その時はお会いできませんでした。お会いできない方が苦しますに済んだかもしれどうして。いや、まったくスネルって野郎の商店に呆れましてよ。どうしても口を割らないんですよ。ああ、いえ、今に値を上げるよ。何しろ鉄砲うまくさばいてその金を持ってアメリカとか行く気なんだろうな。そうあと嫌がるだね。
今朝方大蔵組からのお使いで出かけてまいりましたが。おかしいですな。大蔵組の使いでしたら私より他に来るものはないはずです。いや、何か間違いでもあったんじゃないかしら。いい加減にしろ。何も金も出さねえってんじゃねえんだ。鉄砲売れたやつらもんがねえんだ。あるところ言えばいいんだ。よし、言わねえな。その気なんだ。スネルを消してやれ。何？スネルを消してやれよ。やろう。あんまり息なんて飲むの。何？消さねえなら俺が連れて行く。一言お渡しを許すと言ってください。
何を言うんだ、奥さん。俺はお前に礼を言いたいのだ。お前は俺の命の恩人だ。いいえ、私はいけない女です。黙っていたんです。何を黙ってたんだ。昨日女の方があなたを訪ねてここへ来ます。女の人が。しじみさん、早くその方のところに行ってあげて。おあきちゃん、すまない。さあ、もう大丈夫です。お帰りなさい。ありがとう。そしてアメリカで立派な日本人の村を作ってください。お、あなたそれ知ってますか。ご成功を祈っております。ありがとう。あなた誰ですか。私忘れません。お計算に言ってください。しじみ平九郎はきっと立ち直ってみせます。そして遠い日本からお計算の成功を祈っておりますと。あなたどうしてお計算知ってます。しじみさん、そう言ってくださればいいのです。さあ早くお帰りなさい。ありがとう。私きっとお計算言います。さあ早く帰るんだ。その青年きっと立ち直ると言いました。あなたよりもっともっと立派な仕事をすると言いました。俺は今やっと目が覚めたんだ。頼む、先生にお詫びしてくれ。そうか、主人。そう聞いただけでも俺は嬉しいぞ。先生もきっと喜んで許してくださるよ。許すわけにはいかん。塾を無断で得たものは許すわけにはいかんね。
先生、心からお詫び申し上げます。お許しください。しじみは必ず元のしじみに立ち返ってみせます。しじみ個人のために塾の規律を乱すわけにはいかん。それはお断りする。おい鮫島、先だって森幽霊が日本で最初の雑誌を経営するのだが、誰か英語のできるものはないかと探していたよ。君に適任者があれば世話してやったからな。指示、今の言葉聞いた。うん、先生ありがとうございます。